こんな臨時快速なんて随分贅沢なスペースの使い方ですね。某動画サイトでレッドしたビッグで書いてるみたいですよね。これからこの快速列車に乗るわけですけれども、3番線に止まってる列車を見てみると、特急用車両のキハ85系なんですね。あれがこの臨時快速として運行される車両でございます。回送列車や特急南紀ではありません。キハ85系というのは肥前本線においては南紀として、また高山本線では肥田として運用される特急用車両なんですけれども、方向幕は臨時とだけ表示されています。373系と違って特急以外の運用につくことは想定されていないんでしょうね。以前はホームライナー運用についてたような気がしたんですけれど、今はなくなったみたいですね。というか私が知らないうちにホームライナー対田自体廃止されていたみたいでございます。まあそんなわけでですね、現在は平常時だと18切符ではキハ85系に乗る手段が存在しないんですけれども、臨時列車になると話は別でございます。熊野花火大会の日には紀伊長島始発熊野市行き快速列車、つまりこの列車ですね、と新宮始発熊野市行きの快速列車としてキハ85系が運用についているんです。特急車両がこのようないわゆる格下げ運用につく場合って、座席の頭に当たる部分にかけられているシートカバーが外されることが多いと聞くんですけれども、この列車はカバーもついていました。そしてその上、なんとこの列車はグリーン車にも追加料金不要で乗車してしまうことができるんですね。そのためグリーン車部分だけ乗車率がやや高くなっていたんですけれども、定刻通り17時26分紀伊長島を発車しました。この快速列車はここを出ると熊野島で途中尾鷲にしか停車しません。停車駅も特急並みの少なさで、車両も特急用車両ですから、まあ乗り得車両であると感じざるを得ませんね。熊野島で84分かかるんで、乗車時間もそこそこあってちょうどいいぐらいではないでしょうか。もっとも年一度しか走らないこの列車にわざわざ乗ろうとするのは、花火大会へ行く方か、この列車目当てのお宅の方だけかもしれませんね。なんとワイドビューチャイムまで鳴らしてくれましたね。やはり車内チャイムというのは旅情をかきたててくれるものです。さて先ほどまで右側の車窓であったのに、いつの間にか左側に変わっている理由についてお話ししますけれども、この列車のグリーン車は1両の半分がグリーン車で、いわゆる搬出グリーン車ですね。でもう半分は一般車、普通車の座席となっておりまして、グリーン車部分にのみやはりお客さんが密集しておりまして、個人的に居心地が大変よろしくなかったもので、そのため座席を移動して、ついでに海が見える左側に移動したという形ですね。ここから先はちょっと持論なんですけれども、グリーン車というのは座席自体もいいものなんですけれども、それ以上に環境にお金を出すものであると私自身考えておりまして、追加料金が不要であるがゆえに一般車よりも居心地が悪くなってしまうようでは、座る意味があまりないんじゃないかなというふうに感じてしまいますね。でも首都圏を走る普通列車グリーン車は別だと思いますよ。あちらは普通車との差異が大きくて料金も比較的安いですから。移動した普通車は1両に6人ぐらいしか座ってなかったんで非常に快適でしたね。乗客目線で言えば混んでいるよりも空いている方が嬉しいですね。
換のため停車いたします。しばらくお待ちください。三重県には2つの船津駅があるみたいです。一方は JR で、もう一方は近鉄の駅らしいですけれど、両者は90キロほど離れているんで混同することはないんでしょうね。単線区間ですから、ここでも列車交換のための運転停車がなされます。この船津駅では13分ほど停車しているようでした。時刻表を見ますと、早い列車なら25分弱で駆け抜けてしまう紀伊長島尾鷲間を、この列車は40分近くかけて走ることになっていますから、おそらくダイヤ字通りの停車時間であったかと思われます。こういった点では特急列車ほど優遇されていないかなと感じてしまう一方で、まあ、私のようなものにしてみれば乗車時間が長くなってラッキーなんて思ってしまうものです。次の停車駅は尾鷲ですが、尾鷲といえば降水量が多いことで非常に有名ですね。私も中学受験の際に習ったような覚えがございます。ただ降水量が多いというのは、一度降り出すと土砂降りになるという特徴があるのが原因なようで、雨の日が多いとか、いつも雨が降ってるとか、そういう意味ではないそうです。ちなみに尾鷲の年間降水量は3850ミリほどであり、東京が1530ミリ程度ですから 2.5 倍以上なんですね。世界でも特に年間降水量の多いコロンビアの平均の数値が3240ミリですから驚異的です。尾鷲の日照時間は日本平均と同程度の約1950時間です。参考までに東京は1880時間、晴れの国岡山は約2030時間とのことです。なお岡山県の日照時間は47都道府県中14位ですから、言うほど晴れの国というわけではないみたいです。降水量の少なさでは3位、降水量1ミリ未満の日数では全国最多ということで、晴れの国というよりは雨が少ない国と言うべきなんではないでしょうかね。ちなみに全く参考にならないと思いますが、エジプトの年間降水量は51ミリです。18時4分、帝国通り尾鷲に到着します。ホームにはたくさんのお客さんがいらっしゃいますね。尾鷲は紀伊長島より駅の周辺人口も多いでしょうし、そもそも熊野に近いですから、あと駅の1日平均乗車人員も倍近くあります。ガラガラだった車両も座席はすべて埋まり、通路まで立ち客でいっぱいでした。普段は2両の列車が行ったり来たりしているような区間とは思えないような混雑を見せています。6両の列車で通路までいっぱいですから、花火大会とは恐ろしいものです。紀伊長島から南の区間では海岸線に近いところを走りますから、車窓からたまに海が見えます。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点の熊野市です。お乗り物などお忘れ物にご注意ください。降りる際は足元の段差にご注意ください。終点の熊野市です。18時50分、帝国通り熊野お花火大会開催地の最寄り駅である終点熊野市駅に到着です。下車用の臨時改札が設けられていました。花火大会の会場は駅から歩いて5分程度の場所ですから、渋滞のない鉄道での来場がおすすめだと私は思います。大勢の帰宅客に備えて臨時切符売り場が置かれ、改札口も上りと下りで分けられているみたいです。今回は特急車両による臨時快速列車に乗車いたしました。次回はいよいよ私の最大の目的である名古屋駅臨時夜行快速列車に乗車します。ご視聴ありがとうございました。